シルクフォーチューンは、日本の競争は、主な勝ち倉に2011年プロキオンステークス2012年、ネギシステークス、カペラステークス。2011年2012年の日本、サラブレットランキングで、コバダート部門の8位。2011年プロキオンステークス出走時例祭時の、日高慶舎場農業共同組合による、北海道セレクションセールで630万円で、落札される。 2008年8月2日、小倉競馬場の芝戦200メートルの新馬戦でデビューし5着。5戦目の12月半新競馬場での未勝利戦で初勝利を挙げた。年明けて4戦使われるも2着が最高で、3歳4戦目の後ともを骨折して長期の戦線離脱を強いられる。4歳春に戦列復帰し、復帰初戦は6着に終わったが、 復帰2000名から10月中山競馬場の1600万、下特別、中山オータムプレミアムまで4連勝を達成。オープンクラスに昇級後、重賞初挑戦の武蔵野ステークスで7着、続くカペラステークスでは一番人気で4着と成績が振るわず、5歳児の2011年も連敗を重ねていたが、7月京都競馬場でのプロキオンステークスでは、 安城の藤岡幸太が直線は周りが止まって見えましたと振り返るほどの追い込みを決め重賞初制覇を達成。その後は新潟競馬場の BSN 賞東日本大震災の影響で東京競馬場での開催となったマイルチャンピオンシップ南部杯と連続3着、武蔵野ステークスでは9着と崩れ12月半身のギャラクシーステークスで3着と盛り返した後、 六歳初戦のネギシステークスでは、最後肩からの追い込みで、重賞二勝目を挙げた。自走のフェブラリーステークスではスタートが良くなかったものの二着に差し込む。続く歌詞は、記念、プロキオンステークス、ムサシステークスは六着、五着、十一着と見せどころもなく、連敗を重ねたが、十二月のカペラステークスで、横山のリヒを安城に追い込んで、重賞三勝目を挙げた。 その後は、ダートレースに加えて、高松の宮記念など芝の短距離レースにも買おう。見せたが3度の3着が最高で勝ち星から見放され、2015年2月26日付で競争場登録を抹消された。引退後は、ノーザンホースパークで乗馬として活躍したが、2019年12月17日夜、戦通のため死去した。13歳没。以下の内容は、 netkeiba.com および Javis Search に基づく。ありがとうございます。